いや、コスパめちゃくちゃ抜群で高性能なマウスパッド登場しました。ということで、どうもじゅんじゅんです。今回は日本の AIM-1 っていうねメーカーから登場したカギロを紹介していきたいと思います。まあ、最近リドルとコラボしていたりもしましたが、今回ねコスパ、そしてストームエイム系の性能がね抜群にマウスパッドが登場しております。しかも今回なんとお値段50cm×50cm っていうかなり大判なマウスパッドながら価格が3980円と、いやいい価格ですね。で、公式サイトからだと3480円で、送料で600円ぐらいで合計4000円ぐらいでも購入が可能です。もう最近平気で6000円とか8000円超えてくるんで、これぐらいの価格で抑えてくれるのは個人的にも正直ありがたいです。早速紹介していきましょう。デザインはね、まずこんな感じで、角にですね M1 っていうロゴとカゲロウっていうねマウスパッド名がちっちゃく表記されてます。かなり控えめで、エイムの妨げになるということはないんじゃないかなと思います。そしてマウスパッドのステッチ、まあ、この端っこのね縫い目とかも非常に高クオリティで、表面よりも若干低く縫われているので、マウスを移動させた時にも引っかかるってことがないです。厚さ 3.5 ミリなんですけども、それよりもね低く小さく縫われてます。あとは滑り止めなんかはですね、まあここは普通ぐらいなんですけども、まあね最近のポロンみたいな流行りのものではないんですが、しっかりラバー素材が使われてます。まあそこまでこうポロンとか最近のアルファセルベースみたいなものよりも、滑り止め自体はねそこまで効いてる印象はないんですけども、この 50×50 っていう大判サイズなだけあって、デスク天板にね乗ってる面積がでかいんで、まあ、その分ねこう滑り止めがやや微妙な感じでも全然ねこうずれる感じはないです。まあこの辺がねある意味コストカットされてる部分なんじゃないかなとは思いますが、まあコストカットされてる分ですね、大きさでコストアップしてカバーしてるみたいな、まあ、個人的にはそういう印象を持ちました。続いて肝心の滑走面だったり操作感に関して、まずは滑走面のドアップ画像をご覧ください。かなり細かく縫われていて、あとはねアーチさんゼロみたいに結構ホコリをね吸着しやすくてですね、あの肉眼ではそんなねこんなホコリ見えないんですけども、よく見るとこんな感じでですね、ホコリが結構至るところにあります。で、滑りや硬さとしては初動並み、マウスパッド自体はソフトな硬さのですねバランスコントロールタイプになってます。で、縦横の滑りの差に関してはある程度あって、まあ、縦の方が若干動きが鈍い。で、硬さ自体はソフトなんですけども、反発力が少し強いので、まあ、切り返しとかの動きもしやすいです。まあ、フリックの動きも非常にしやすいんですけども、もう少しカジュアル系の FPS にも最適かなと思います。まあ、最近だと X ディファイアントとか、まあ、COD、BF みたいなですね、倒して、倒して、倒してみたいな、結構頻繁に敵と接敵するゲームにもですね、この反発力の強さで対応力っていうのは上がるかなと思います。最近はね結構本当にもちっとめっちゃ柔らかいマウスパッドとかも増えてきてるんですけども、まあ、こういったね反発力強めのマウスパッドもまた次の動作に移行しやすいとか、瞬発力といった意味では最近のマウスパッドよりもね結構高いんじゃないかなと個人的には思います。まあ、50×50 というね大判サイズなだけあって、ロー戦士の人もですね大きく振って止めてまたもう一個切り返してっていうね、この動作っていうのは非常にしやすいんじゃないでしょうか。で、手触りとかはね結構サラサラしていて、正直アームカバーなしでもいけます。まあ、サラサラっていうかシャラシャラしてる感じですね。で、アームカバーの相性に関しては正直どれもねちょっと微妙なところで、本当にアーチさんみたいにあんまりアームカバーとの相性は良くないです。許容できるのがスカイパッド、 CWX リジェクトぐらいですね。その他は正直な話縦が結構引っかかるんで、縦エイムの時にちょっとストレスになっちゃうと思うので、まあ、この辺のアームカバーに関しては本当にアーチさんゼロ的なね滑り心地になるかなと思います。で、最後にちょっと微妙だなって思った点をいくつか話して終わろうかなと思います。まあ、この辺は価格相応かなみたいなとこなんですけども、まずフラットパッケージではないので丸まって届きます。まあ、筒の中に入れられて入ってくるんで、まあ、初日は若干こう角が丸まっている状態でね、まあ、プレイすることにはなっちゃうかなっていうところと、開けてすぐはですねこのラバーの匂いが結構します。回転直後のオートバックスみたいな匂いがするんで、まあ、そこだけ、その2つはですね結構開封時気になるかなと思います。あとはやっぱねさっきも言ったんですけど、ホコリを結構吸いやすいってとこですね。そこは何かこう毛が取れるようなブラシとかで払ってあげるのがいいのかなと思います。
まあ、その他の点に関しては最初にも言った通りですね、コスパが抜群です。まあ、まずこう 5,6 千円クラスのステッチ、まあ、このね縫い目の部分だったりとか、しかも 50×50 ってサイズで4,000円以下、まあ、今バロラントとかで流行ってるようなバランスコントロールタイプがこの価格でこのサイズで出てくれたっていうのは、まあ、コスパ枠としてはねだいぶ優秀なんじゃないかなと思います。今までね X レイパッドとかがコスパ枠強かったんですけど、 X レイパッドもねちょっとまだステッチが微妙だったりするんで、そこの枠をちょっと杭にかかってるような感じはしてますね。最近あんまこの価格帯って意外と出てなかったんで、結構試す価値はありなんじゃないかなと思います。まあ、反発やや強めのバランスコントロールっていうところでですね、まあ、操作も非常にしやすいですし、まあ、ちょいちょいこうコストカットの部分かなっていうところはあるはあるんですけども、まあ、間違いなくこの価格帯の中ではですね高いクオリティなマウスパッドかなと思います。まあ、普段バランスコントロール使わないからちょっと試しに使ってみたいなとか、ちょっと最近の 5,6 千円超えるマウスパッドはきついっていう人はね、この辺のマウスパッド使ってみると間違いなく満足できる出来なんじゃないかなと思うので、ぜひ気になる方はもう4,000円ぐらいでね買えるのでチェックしてみてください。ということで今日も動画見ていただきありがとうございました。この動画参考になったと思っていただけましたらチャンネル登録、グッドボタン、 X のフォローよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。